気？元気？うん、元気。本当に大変なことになっちゃって。大事を取って帰郷をやめておこうって思って。さき、ちょっと痩せたんじゃないのか？仕事大変でしょ？こんな状況だからね、アパレル業界はやっぱり業績が落ちてる。それで痩せちゃったのか？違うよ、ストレスが溜まってるんじゃないのか？たまには息抜きしないとダメよ。ほら、運動したりとか、彼氏作ったり。え？それはまだ早い。就職してまだ2年目だぞ。まずは社会人として一人前になるのが先だ。先とか後とか恋愛に順番なんて関係ないわよ。だからまだ早いって言ってるんだ。その時が来たら私がいい相手を探す。何よ、昔の人みたいに。もうその話はいい。正明はどうした？もう時間過ぎてるぞ。あの子も大変。うん、ハワイは感染の拡大が早かったからな。 LINE で連絡は取り合ってるんだけどね。 LINE してんのか？まあ一応元気そうよ。パパは LINE しないの？裁判官という職業はね、通信手段はメールに電話に書簡とシンプルにしとかないといけないんだ。あ、お兄ちゃん来たよ。承認するね。さきが承認するとこの会議に入れるのか？会議ってなんか家族で味気ないわね。じゃあミーティング、ん、会合か？リモート団らん。ほら、団らんって割にはなんかこう平べったいな。まさき。おい、また黒くなってないか？アロハアロハ。元気そうね。パパやママどう？あ、私たちは大丈夫だ。そっちの方が大変だったんだろう。まあ観光客は激減でさ、まだやってない店もたくさんあるよ。あなたの仕事は？旅行客はからきしだね。だから今はうちの店のサーフブランドの T シャツとかグッズの通販を頑張ってるよ。これが結構売り上げがあってなんとかなってる。そう。体調の方はどうだ？あ、全然大丈夫。今は海が空いてるからサーフィンし放題。ちょっと痩せたし。それ痩せたの？5キロくらいね。そのくらいじゃ誤差ね。お兄ちゃん。あ、さっき大丈夫？あんまり。あのパパとママは別の場所にいるの？同じリビングにいるんだけどね、ちょっと距離を取ってるのよ。2人だと画面が狭いしな。ソーシャルディスタンスってやつ。あ、夫婦が家庭内で大変だね。ちょうどいい距離感だわ。おいおい、そうなのか？あなた若い頃のようにもっと近づきましょうか。あ、こらもう来なくていいよもう。それにしても4人が揃うのって何年ぶりだろう。結局さっきか俺かの都合が合わなくてなかなか揃わなかったもんね。さっきが大学に入った頃じゃない？いや、そんな前か。俺がハワイに来る前か。いや、しかしすごい時代になったね。画面に家族が揃うなんてな。パパは苦手でしょ？いやいや、そんなことないぞ。まあちょっと照れるけどな。私は子供たちの顔が見つめられて嬉しいわ。さ、そろそろパパ。おお、そうだな。まあ久しぶりに家族が揃ったんだ。不思議な状況だけどな、みんな元気そうで何よりだ。じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。あー、おいしいわ。お兄ちゃんのそれブルーハワイ？ハワイでもブルーハワイなんて飲むのか？そりゃ飲むよ。工夫がないわね。日本の居酒屋でも飲めるわよ。あの、かき氷の屋台でもな。いいじゃないか。いろいろ飲んで結局ここに落ち着いたの。君は本当にハワイにいるのかね？いるよ。その怪しいアロハシャツの柄にその部屋の飾り取ってつけたみたいじゃないか？何言ってんだよ。聞こえないこの波のこの綺麗な音色。
もうすごい。ああ、これ。いや、聞こえないね。その後ろ、襖じゃないか、それ。これ、じゃ襖じゃないよ、これ。襖じゃ全然ないから、これは。さっきは何飲んでるの？もう。アシスオレンジ。酒を飲んでるのか？うん。酒なんか飲むようになったのか？もう24だもん、飲むよ。いや、でも、あの、肌荒れとかさ、あの、仕事とか、人間関係に差し障りはないのか？そんな、シュランじゃあるまいし。パパは先のことになると、過保護になるね。心配して何が悪い？そろそろ、子離れしないと。子離れってなんだ、子離れっつのは。親は親、子は子、その関係はな、いつまで経っても変わらないんだよ。もう抜きにならないの。もう楽しく飲みましょ。そうだな、ちょっと久しぶりに会ったから調子が狂ったな。それじゃあ改めて乾杯。乾杯。乾杯。お、そういや正明、お前彼女とかどうだ。今はいない。おいおい、日本男児たるものな、ハワイに行ったなら彼女の一人や二人や三人パパッと作りなさいってんだ。何言ってるの。さっきの時とはずいぶん言ってることが違うわね。当たり前だ。さっきは女の子だぞ。東京に行かせたのは今でも反対なんだから。息子は海外で無茶しても、まあ、まさきは正しいことをやってるなら好き勝手やってなさい。ちょっと見放されてる感じ。あの、どうしたの。ちょっと話したいことがあるの。さき大丈夫か。うん。あ、やっぱりこっちに戻ってくるんだな。ああ、こんな状況になろうがなるまいが、東京っていうのは人が多くて大変だからな。いいきっかけになったな、ママ。そうなの。あのね、ママ、明日一緒に先の部屋を掃除しような。結婚したい人がいるの。え？ね、今なんて言った。私、結婚します。なんだと。本当はね、ちゃんと帰って報告したかったんだけど、こんな状況になっちゃったから。いや、許さん。やっぱり私は絶対に許さないぞ。この状況が落ち着いたらきちんと帰って報告します。だけど心に決めたことだから早めに報告した方がいいと思って。さき、今お前は結婚しますって言い切ったよな。こういう大事なことはまず相談するのが先じゃないのか。相談したって絶対にパパは許してくれないでしょ。それに直接報告したって、そうやって大きな声出してまともに話なんか聞いてくれないじゃないか。なんだと。パパ落ち着いて。これが落ち着いていられるか。一旦落ち着いてください。さっきどんな人なの。同じ会社の人で。ああ、男のくせにアパレルか。軽薄だね。いいじゃない、立派な仕事よ。上司で。年上か。あ、全くもってけしからん。あなただって私より年上じゃない。いくつ。45歳。はあ。まあ、おい、サキ、それは不倫じゃないのか。独身よ。私と同い年じゃない。とても頼りがいがあって。わかったぞ、パパと別れて寂しかったんだな。だから勘違いの恋を年上としてしまったってことか。違うわ。さっきの話を聞いて。彼ね、とっても歌がうまいの。パパもうまいぞ。お前の好きな壊れかけのレディを歌ってやるぞ。昔パンクバンドのボーカルをしてて。パンク？何？パンクロック。頭をツンツンと立てて叫ぶ音楽さ。それ音楽なの。シド・ビシャスは麻薬で死んだんだ。麻薬？経験が
豊富な人なの。麻薬の？トラック野郎もしてたの。トラック野郎だと？何それ？入れ墨のような模様の入ったトラックを乗ってるやつらだ。入れ墨？ブンタか？キンキンか？ブンタならともかくキンキンってのは子だくさんだぞ。子だくさん。角刈りで。角刈り？腹巻きをして。腹巻き。お守りを首にぶら下げて喧嘩三昧。喧嘩三昧。いかんいかんいかん。接待もとっても上手なのよ。角刈り風情が何の接待ができる？昔ホストをしてたから。ホスト？ホストっての紫のスーツ着てパラパラ踊る人？ママ古いよ。玉木浩二風のメイクをして肩を張ったスーツを着てムード歌謡を歌って女を落とす輩のことだ。パパもっと古い。総合格闘技もしてたの。マッチョなの？体が大きいのね。総合格闘って言ったらな、耳が潰れて王将の餃子みたいになってるんだぞ。王将の餃子。鼻も折れてる。鼻が。強い男はいいね。角刈りで腹巻きをしてスーツを着て玉置浩二風のメイクをしてマッチョで耳が餃子で鼻が折れてる45歳。おいおいおい、異常者のイメージしか出てこないぞ。いかん、許すわけがない。そんなの私じゃなくて他の人だって許しやしないよ。今日ね、会ってもらいたいんだけど。どういうこと？ここに招待してるの。ダメだダメだ、そんな奴に会うわけないじゃないか。ずっと待っていてくれてるのよ。ここに顔が映るの？角刈りで鼻が折れてる玉木浩二、見るのが怖いわ。ママは目を塞いでなくて、私が怒鳴りつけて退散するやん。検察官としてもそんな社会の異常者許すわけにはいかないんだ。高博さんよ。ん？どうしたの？お父さん、お母さん、はじめまして。私、樺山高博と申します。咲さんと真剣にお付き合いをさせていただいてます。このような形でのご挨拶となり、申し訳ありません。許すぞ！もうこのような折に申し訳ありません。あの高博さんっていたかしら？はい。ずいぶん若く見えるけど45歳。25歳です。聞き間違えたんじゃないの？え、そうか。あのトラック野郎やってるんですって？ああ、慶応大学時代に大型免許を取得してアルバイトをしていました。慶応？ほう。学費くらい自分で稼がないとと思いまして、両親に苦労はかけれません。学費を稼ぐためだからといってホストをやるというのはどういうことだ？大学の海外交流センターで3年間ホスト役をしていました。外国人学生の受け入れや日本人学生との交流のサポートをする仕事でして。そのホスト、玉置浩二じゃないのか？Can you speak English? Yeah, of course. I do it. So I became good at English naturally. Next time, come visit me on Oahu Island. That'll be nice. So I wanna try surfing at Ala Moana Bowls. やるね。あの、格闘技をなさってるって。はい、2年前から護身術をして。耳見せて、耳。はい。あら、綺麗な耳ね。ありがとうございます。何かあった時、サキさんを守れないといけないので習っております。アンクバンドをやってたんだってね。はい、その実は今でもバンドでボーカルを。その顔で叫んでるの？かっこいいのよ、こう見えて。君はどんなバンドが好きだ？
はい、その古いオリジナルパンクが好きでして、クラッシュとか。私はダムドが好きだ。え、ダムド、いいですよね。ニートニートニートとか。ニューヨークパンクはどうだね。はい、ラモンズやリチャードヘルはよく聞きます。リチャードヘル、そうだね。ギターボーカルをやってるのか。はい、ギターは通称ストラマキャスターを使っておりまして。私は白のプレベを持っている。本当ですか。アメリカツアーで白が客を殴ったのもロンドンコーリングのアルバムジャケットでポール・シムノンが壊しているのもプレジションベースですよね。白のプレベはパンクロックのシンボルだからね。まさしく。ちょっと何急に盛り上がってるの。パパベース弾いてたの、知らなかった。最近よ、なんか時々部屋にこもってベンベンやってるなって思ってたけど、あれパンクなの。レーシング時代の憧れだったんだ。お父さんと趣味が合うだなんて。君にお父さんと呼ばれる筋合いはないよ。ああ、すみません。でもまあ君は悪くないね。おお、まあパパ、さっきやったな。ありがとうお兄ちゃん。え、あ、二人の話も弾みそうだし、高弘くん交えて飲み直さない？いいわね。高弘くん、お酒は？少々、ただいま勉強中でして。おい、ちょっと真面目すぎるんじゃないのか。男なら酒くらいグイッといかないと。いいのよ、飲まなければ家計も助かるし健康にもね。へ、ビールを少々。いいね。あと待った。ママ、いいブランデーが欲しかったね。準備しましょうか。いや、ウイスキーやブランデーの準備は自分でやる。それが男ってもんだ。高弘くん、今度うちに来た時にご馳走するよ。ありがとうございます。じゃ、ちょっと待ってる。よかった、うまくいった。本当にお兄さん、ありがとうございます。ちょっとあなたたち。あ、マサアキ、あなたね、黒幕は。え、白状しなさい。まんまとパパ認めちゃった感じじゃないの。まあなあ、サキ。実はそうなの。お兄ちゃんに相談したら作戦を考えてくれて。心理作戦を取ったのさ。ロスゲイン効果って言ってね、最悪なイメージから始まってだんだんイメージが良くなっていくと好感度が爆発的に上がるってやつ。まんまと引っかかっちゃったじゃない。角刈りとかマッチョとかもうそんなんばっかり言うから、もうどんな人かって。それは2人が勝手に作ったイメージだよ。でも45歳は嘘だったでしょ。すみません。あとは全部本当？はい、もちろんです。サキさんを一生をかけて守るという気持ちに嘘偽りは一切ございません。できすぎだわ。いい人なの。でも普通に紹介したらパパはきっと許してくれなかったでしょ。ろくに話も聞かずに追い返してたでしょうね。やっぱりお兄ちゃんのアイディアすごい。まあな、妹のためならいくらでも。いや、待たせたね、待たせたね、よいしょ。今日はね、いいのを持ってきたんだ。これはね、サキが生まれた年にできた酒なんだ。よし、ほら、マサキ、温度を取りなさい、乾杯の。うん。
ではこんな中で、リモートでの団らんですが、家族の素晴らしい一日に乾杯。乾杯。街中から笑顔が消えた。距離を取る人々は声を失った。顔の半分マスクで覆い、思いや感情が殺された。指先で約束した。今日の飲み会が楽しみだな。そうさ、画面君が嬉しい。